皆さんこんにちは、発酵食大学のゆりやんです。今日のテーマはヘルシーだけど食べ応えのある作り置き5品を作っていきたいと思います。1品目は、豆腐の肉巻きステーキ、2品目はサバ缶カレー、3品目は切り干し大根のサラダ、4品目はやみつきキャベツ、5品目はレンコンの塩きんぴらです。それでは早速作っていきましょう。やみつきキャベツのキャベツを切っていきます。ざく切りです。水気を切ってボウルに入れていきます。調味料を入れていきます。塩麹大さじ2杯くらいかな。ちょっと味を見て整えてください。そしてここにごま油、ごま油も大さじ1か1半ぐらいで全体を混ぜます。仕上げにごまを振って完成です。混ぜるだけ超簡単、5分でできる。やみつきキャベツの完成です。豆腐の肉巻きステーキのまず木綿豆腐を 水切りしていきます。チンペーパーで豆腐をくるんで、そしてこのタッパーのようなものにお水を入れてちょっと重しを上からして、しばらく30分ぐらい置いておきます。先ほど水切りした豆腐を切っていきます。一口大に切っていきます。豚バラの薄切り肉、しゃぶしゃぶ用などで売ってるもので豆腐を巻いていきます。ここからも巻いていきますね。ここからも軽く下味で塩コショウを振っておきます。片面だけで十分です。表面に片栗粉を振ります。フライパンに油をほんの少量だけ入れます。豚バラなので油が出てきますので少しでいいです。そしてここに並べていきます。豆腐の肉巻きステーキの完成です。人参を切っていきます。人参は切り干し大根のサラダとレンコンのきんぴらに使います。切り干し大根のサラダの方は細切り、きんぴらに使う方は短冊のような切り方にしようと思います。きゅうりは切りにしていきます。切り干し大根を水に浸して10分ほど置いて戻します。ひじきも水に浸して戻します。切り干し大根を水で洗って、よく絞りました。それを食べやすい長さに切ります。お酢大
さじ3くらい、お砂糖が大さじ2で、お醤油小さじ1くらい、ちょっとだけ入れます。この中に切り干し大根を入れていきます。ひじき、きゅうりと人参も入れます。切り干し大根のサラダの完成です。サバ缶カレーの玉ねぎを切っていきます。みじん切りでもいいんですけれども、今日は今切り方でいきます。鍋に少し多めの油を入れて、そして火をつけます。お好みでニンニク生姜を先に炒めてもいいです。今日は入れないですが、玉ねぎを先に炒めていきます。玉ねぎを透き通るまで炒めていきます。玉ねぎは炒めることで甘みが増してきますよね。この甘みはオリゴ糖なので、腸活にとてもおすすめな野菜なんです。透き通るまで、炒まったら、ここにカレー粉を入れます。今日はカレー粉大さじ1と2分の1を入れます。これはお好みで、辛さを調整してください。でカレー粉も少し油となじませるように炒めていきます。ここにトマト缶を入れていきます。そしてサバの水煮の缶詰、これも、お汁ごと入れていきます。この中でよく潰していきます。はい、じゃあ味付けは塩麹です。大さじ2ぐらいを目安にして味付けしていただいて、最後に味を見て足りなければ整えてください。これはカレールーも使わずに、本当にヘルシーな、カレーになります。塩麹の旨味、グルタミン酸が塩麹の旨味なんですけれども、サバ缶のイノシン酸と、合わさることで、味の相乗効果を期待できます。なのでいろんなコンソメとか入れなくても美味しい、深みのある味になります。あとは、10分ぐらい煮てもう完成です。サバ缶カレーの完成です。レンコンのきんぴらのレンコンは半月切りにします。皮はそのまま使います。よく洗ってください。油は大さじ2杯程度入れて、鷹の爪を入れて火をつけます。火が通りにくいのでニンジンから先に炒めていきます。ニンジンは油で調理することでベータカロテンが吸収しやすい状態になるので、油調理おすすめです。レンコンも入れていきます。通ってきて火が通っています。じゃあ味付けをしていきます。今日は塩きんぴらなので塩麹で味付けします。醤油麹がある方は醤油麹で味付けすると普通のきんぴらになります。小さじ1くらいですかね。仕上げにごまを振ります。そして香り付けに少しだけごま油を垂らします。レンコンの塩きんぴらの完成です。作り置き5品完成しました。じゃあ早速試食していきます。今日はスタッフと一緒に試食します。いただきます。じゃあやみつきキャベツからいきます。はい、
美味しい。これやみつきになるよね。うん、ごまもすごい効いてますね。うん、うん、でこのシャキシャキ感、塩麹とごま油だけなの、その2つだけで、うん、おかずにも当てにもいいよね。家にも簡単に作れますね。うん、じゃあレンコンの塩きんぴら、いただきます。いただきます。うん、おいしい。これも塩麹と基本ごま油なんだけど、違う感じに違うなるよね、うん、ちょっとピリ辛ですか。うん、うん、おいしい。レンコンのこの歯ごたえがシャキシャキ。うん、じゃあ豆腐の肉巻きステーキいきますか。はい、うん、おいしい。しっかり味付いてるね。うん、これ中豆腐なんですね。そう、だから外側は肉で中が豆腐だから、うん、カロリーオフ。あら嬉しい。でも食べ応えはある。はい、これはね、弁当にもいいよね。うん、子供も大人も、うん、2人とも両方楽しめそうですね、これ。うん、うん、美味しい。うん、ご飯のおかずに合いますね。白飯進む味だね。はい、じゃあ切り干し大根のサラダ。はい、うん、またさっぱり。うん、本当ですね。うん、お酢はすごくいい味出してて、うん、でも酸っぱすぎないね。うん、ですね。うん、作り置きで作っとくと便利じゃない。うん、うん、何か一品足りないっていう時にこういうのがあると嬉しいです。なんかさっきの肉の後にいいよね。いい。じゃあサバ缶のカレー。はい、いただきます。うん、うん、おいしい。これさ、はい、カレールーも使ってないのよね。え、すごいヘルシーじゃない。ヘルシー。味付けはどんな。味付けは塩麹だけです。うん、サバ缶と塩麹。へえ、サバ缶と塩麹のみ。うん、なのにしっかり味がついてる。美味しいです。しかもすごいスピード。うーん、入れて煮込むだけだから10分ぐらい。へ、じゃあもう仕事から帰ってきてすぐ。すぐできますね。すぐできる。うん、うん、おいしい。今回はカロリーオフだけど食べ応えのある作り置きをご紹介しました。この動画が気に入ったら高評価ボタンやチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。